お疲れ様でした。ただいまですね、レッスン終了しました。今日はですね、ガーナの方がですね、講師だったということで、どんな形かっていうと、もうあれですね、ズームのビデオチャットみたいなノリですよね。はい、脳をフル回転して英語を喋ろうとしたので、めちゃくちゃ疲れてます。そしてフル回転すればするほど言葉が出てこないというのも英語なのかなというふうに思いました。そんなわけでね、これも感覚として慣れていくしかないのかなというふうに思いますんで、ちょっとしばらくね、このレッスン続けてみようというふうに思います。引き続きですね、アウトプットの意味も込めてレポートしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。そんなわけでお疲れ様です。